我が名はダークプリンス。お初にお目にかかる勇者殿。妖精たちは世を悪魔と呼ぶが、世は地上の悪を滅ぼすために降臨しただけだ。そなたが勇者と呼ばれるように、ただのレッテルに過ぎない。妖精たちは自分の気に入らないものに悪魔という名をつける。大体悪魔という言葉をマイナスイメージで捉えて排斥するのは、悪魔教の信者に対する宗教差別ではないのかな。それに、世ごときが悪魔を名乗るのは真の悪魔を崇拝する悪魔教の信者たちに失礼というものだ。お褒めに預かり光栄だ。さて、立ち話もなんだ。行ってお相手を願おうか。今回は良い勉強になった。礼を言う。敬意を表してその意思は渡しておく。決着はマザーウェルでつけよう。さらばだ。